両陛下は午後6時ごろ、赤坂御用地に入られ、皇雅子御一家と夕食を共にさまは誕生日を迎えるにあたり文書で天皇皇后両陛下に変わらず温かくお見守りいただいてきておりますことそして皇太子殿下に傍らでお支えいただいておりますことに心より感謝申し上げますと述べられています。